左手で押さえて右で引く。またうまくいかない。はあ、これが C でこれが A。 もう一度。ひどい音だな。もういいよ、難しいな、弦とかコードとか。スー、ギターは簡単じゃないんだよ。ほんと、一度に覚えることが多すぎる。頭が爆発しちゃう。弦が一本だけの楽器があればな、ずっと簡単だろうに。うん、弦が一本の楽器は知らないけど、今ので思いついた。あ、それってまた工作するってこと？そうだよ、サムチ。さ、行こう。やあ、みんな、今日は手回しオルガンを作るよ。それって弦一本？違うよ、でもそれくらい簡単に弾けちゃうんだ。手回しオルガンはクランクを回して弾く。クランクを回すとパイプが音を奏でてくれるってわけ。ならやっぱりコードのお勉強がいるんじゃない？音楽には変わりないでしょ。大丈夫、最初にコードだけ組んじゃえば楽譜が読めなくてもいいの。にしても不思議だな、音の名前って。ドレミってさ、名前の由来がね、面白いんだよ。これは聖ヨハネ参加の歌詞の頭文字が割り振ってあるんだ。誰かスーの言ってる意味わかる人いる？夜のお祈りでよく歌われた歌なんだよ。へえ、知らなかった人は一緒に高評価をしてね。クラシック音楽って宗教と強い結びつきがあるの。普通の音楽もあったけど教会の音楽が多かったんだ。ああ、ポップスにラップが混ざるみたいな話？いい例えだね、サブチン。色のついた鍵盤を見てよ。音が違うから違う色にしてるんだね。今音を聞いてみる。音はいいけどメロディーが退屈だ。待ってなさい、オルガンが完成したらずっと素敵な音楽になるから。さあ、中心の土台を作ろうね。自動で弾いてくれる仕組みを作るよ。サム、あれ、どこ行った？うわぁ、どうしよう。本当のオルガンはもっと鍵盤があってパイプだらけじゃないか。スーが聞いたら驚くぞ。もうこのオルガン一つで TikTok の人気者になりそう。楽しみ。スー、言いにくいんだけどさ、オルガンってギターよりずっと弾くのが難しいみたいだよ。一体何の話？はい、コピー。写真で見たんだ、でっかいオルガンをね。今見せるから。このピアノに魔法をかければビビリバビリ。チャンネル登録。あれ、ダメだ。とにかくスー、オルガンって大変なんだ。サムチン、違う楽器と間違えてない？そっちのはパイプオルガン、こっちは手回しオルガン、違うんだから。うわ、よかった。あんなに大きいものを作るのかと思ったよ。大きいよね、パイプオルガンは。特別な儀式に使ったりするから、荘厳な音がすごい雰囲気を生み出すんだよ。へえ、そりゃ面白そう。つまり仕事でも家でもスーツを着てるみたいなことだよね。いや、それってどういうことだろう。さあ、スタンドができた。土台につけてみようね。動きを確かめるよ。すごいでしょ。さあ、楽器の心臓部分を作ろう。回すところだから丸く作っていくよ。オルガンの曲を書くのって時間がかかりそう。そうでもないみたいだよ。作曲家は1週間で1曲作るんだって。まあ、お仕事でやってたからっていうのがあると思うけど。バッハって人は1000曲作ったんでしょ？そりゃそうだよね。1000曲だよ、1000曲。まあでも僕らはもっと工作してるのか。昔はヨーロッパの貴族が音楽好きだったから。TikTok の人も音楽好きだよ。昔の貴族は自分で音楽をたしなんだんだよ。そりゃ僕だって毎日聴いてるよ。そうじゃなくって、誰でもピアノが弾けたってこと。それからいろんな楽器での作曲もできたみたい。趣味にしてはすごいな。今は誰もが TikTok で動画を撮ってるでしょ。時代変われば流行も変わる。でもね、時々昔の文化が戻ってくることがあるんだ。そうだね。あれ、今日は TikTok が仮面だらけだ。昔はベネチアって街に仮面がいっぱいあったんだよ。
カーニバルってお祭りでみんなが被るからね。好きな仮面を。僕も好きな格好するよ。昔は仕事や身分で服が決まってたんだ。それならカーニバルが楽しいのもわかるな。だよね。このオルガンもおしゃれさせてあげよう。昔のスライムはどんな格好したんだろう。なんだろう、スライムっぽく色とりどりで豪華。それからカーニバルは今でもイタリアや他の国でお祝いされてるよ。それなら僕もやらないと。カーニバルをさ。そうだね。でもまずはオルガンを完成させよう。スピードアップ。これでよし。みんな次のカーニバルのために高評価をちょうだいね。1年に何回やるつもりなの、サムチン。ベネチアはこの間終わっちゃったでしょ。ならやってない間に何回かできるよ。楽しいからそれもありかもね。手回しオルガンと一緒なら絶対楽しいよ。よし、みんな最初の大事な部分が完成したよ。でもまだまだやることがあるんだ。続きもぜひ見てね。次はこの部品を収めるケースを作るよ。部品はオルガンの筒に差し込んでメロディーにするんだ。それで動かすと順番に鍵盤が鳴って、それで音楽になるの。僕作曲家になりたい。いいね。どんな音楽がいい？どんなのかはまだわからないけど、クールなやつ。オペラとか魅力的じゃない？すごく芸術的だし。でもクラシックがいいの？自分のジャンルを生み出すんだ。サミュージック。面白そう。どういう雰囲気にするの？ほら、バロック音楽とか言うと雰囲気が決まってるでしょ。まあ一曲10分を超えたりするんだけどね。いや、違ったバイブが欲しいんだ。喜びに、楽しみに、嬉しさにね。それはファンになりそうだな。さあケースができた。最後の工程に移ろう。さて、オルガンで簡単にメロディーを奏でよう。これがいるんだっけ？そう、この部品を順番に差し込んでメロディーを作るよ。スー、サミュージックにはどんな楽器使うと思う？さあ、わからないな。みんなは何だと思う？簡単だよ、手回しオルガンさ。わかりやすい。でも、メロディーの作り方覚えなきゃ。大丈夫、譜面を読むのって楽しいんだよ。歌いながら一緒に覚えられるなんて楽しいと思わない？それならいいかも。さあ、これで素敵なメロディーが聴けるよ。では、曲の名前は何でしょう？聞いたことあるかな？どうだろう？もう我慢できない。バスの歌だね。じゃあお次の曲、これは聞いたことあるんじゃない？愉快な牧場って名前だよ。そうだね、僕も動物の名前をこれで覚えた気がする。その通り、私も小さい頃によく歌ったな。踊りたい。いいよ、みんなは待ってて。これからすごいもの見せるから。それじゃ、カーニバルのスタート。さあスー、準備ができたら演奏だ。踊ってサム、踊って。ヤッホースー、今度は僕の番だよ。いいよ。じゃあスーが踊ってよ。疲れたな。今回のカーニバルはどうだった？
手回しオルガンが気に入ったみんなは高評価をお願い。今度はスーの番だよ。みんなチャンネル登録忘れないでね。タララッタッタ、またねみんな。じゃあね。